こんにちは、花クラブの宮川です。今回は簡単なのにとっても可愛いチョコレートを使ったバレンタインアレンジのご紹介です。スポンジは低めにセットしてあります。綺麗なピンク色のバラです。と2本使いますけど、綺麗で大きめな方をポイントに選びます。ポイントの方が若干低くなりますね。で、顔が出るぐらいの感じにしたいので、まあ、ここから首がこう出てるぐらいで、目安を取りますね。まずはこう刺し直しをできるだけしないために、最初に確認をしておきます。まあ、こう斜めにして、でここに刺し分を指1本半ぐらいで斜めにカットするぐらいのイメージです。でそこに鼻の頭がつくっていう感じですね。で、まあ、この長さでカット、でここで切ります。斜めにカットしますね。でカットしてもらって、で横から見た時にこんな感じ、鼻の頭が、まあ、お尻が若干こう入る感じですね。でお鼻が出てる。で今度はまっすぐ刺すので、まあ、今と同じぐらいでいいかなと思います。鼻の頭からここですね。で斜めにカットします。これの対角位置あたりに刺します。後ろの方がほんの少し、まあ、高くなるぐらい、まあ、一緒でも構わないですけど、まあ、これが斜め前を向いてて、今入れたのがまっすぐ天井向きというイメージです。こんな感じですね。カーネーションです。このバラとバラの間の後ろ側に入れます。今度は少し低くしますね。また目安を取ります。鼻の頭はこの辺ぐらいに持ってきたいと思います。で茎が細くなるとね、スッと中に入ってくるので、刺し分は指2本、1本半から指2本と思ってください。2本以上はいらないかなと思います。それで斜めにカットしてもらう感じですね。で目安がこの長さです。これは鼻の頭からですね。鼻の頭からここでカットして、でこれはこことここの間ちょっと低めになります。今度はぐっと低めになるので、もう指1本半ぐらいでカットしてもらって、根元に少し傾けて入れます。一番短いのが指1本半ぐらいですね。で2本ぐらいのものとか、ちょっとこう長短つけて入れてもらったらいいですね。斜めにして傾けて、花びらが柿口から外に出るぐらいのイメージ。ゆっかりです。この間、二股になってるのも使い勝手がいいですね。角度が勝手に変わってくれるので、で外側にこう振り出してくれたりもします。アネモネです。アルストロメリアです。
少し傾けて刺します。かすみそうです。いくつか束にしてもらって、高さ的にはこのアネモネよりもちょっとだけ低いぐらいかなと思います。ポンポン入れるのは結構大変なので、束にして切り口を揃えてカットしてもらって、ワイヤーを巻きます。 1,2 ひっくり返して巻き下ろします。カットして、そうすると全部がまとまってるので、1回でこのだけの束を一緒に刺すことができます。向きを考えてもらってグッと入れて、ここよりも下がった位置で横に少しふんわり出るぐらいのイメージですね。このかすみ草の近くにスイートピーを入れます。もうかなり刺しにくくなってくるのでピンセットを使います。スポンジを高くしておくと刺しやすいんですけど、花の位置が上がっちゃうんですよね。なので、まあ可愛く作るためにはこう少し手間がかかってしまいますね。地巻きワイヤーの3分の1ぐらいですかね、斜めにカットします。で、これ20番なので、もし22番とかだと真ん中で U ピン作ってもらったら OK です。で、太いので長短つけて曲げておきます。こんな感じですね。つるを曲げてカーブを取っておきます。手にこう巻きつけておいたりとかするのもいいですね。どこからどんな感じで入れようかなと見てあげます。こんな感じかな。結構遠いので、もし下が邪魔であれば葉っぱ外してもらって、今まで入れた花の邪魔にならないようにIB をかけてきます。こんな感じで、まあ、折り曲げてもらってカクッと、もうちょっと浮いてる方がいいかな。このぐらいですかね。まず石鹸で手を洗ってきます。清潔にするためもありますが、手を冷やすためでもありますね。チョコレートが溶けちゃうからです。サランラップをを敷いてあります。お部屋の中あったかいと手でこう触るとチョコが溶けてきてしまうので要注意です。で、下のところにラップをこう折り曲げてもらって、下の部分にまきます。これで保護をしてください。まあ後で食べれるようにですね。こんな感じでラップで巻き巻きします。これがこの中に入るわけですね。で、同じ要領で、持つと分かんなくなっちゃうけど、こんな感じ。22番ワイヤーを半分にカットします。真ん中から
U ピンを作っておきます。フロアルテープを伸ばします。ラップの上からフロアルテープを巻きます。で、巻けたらさっきの U ピンですねをあてがいます。で、このポッキーを挟むんですね。で、またその上から、で、これもちゃんとこう伸ばしておいてくださいね。根元を押さえて、まあ、足は広がらずに平行か少し閉じ気味な感じで足を揃えてカットです。で、そしたら、まあ、1本目はもう刺してあるんですけど、自分が好きなところに差し込みます。よし、まあ、お花を傷めないように。まあ、2本でもいいですかね。まあ、3本作ったので3本入れておきますが、2本でもいいかもしれない。これで完成です。チョコの匂いがしてきます。なんかいいですね。まあ、ここをいちごのポッキーちゃんとか、つぶつぶのナッツのポッキーちゃんとかにしても雰囲気変わってきて楽しいですね。それとかいろいろミックスにしてもいいかなと思います。ちょっとこういうのがあるとなんか話題ができそうですよね。おしゃべりのきっかけになりそうな感じだと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。